川の春日船形のあゆ釣りのシーンのところです。これは友愛をしてる絵でして、アユの友釣りっていうのはもう本当日本でしかやっていない特に貴重な釣りの一つだと思うんですけども、これよ、あの見えます？よく見ていくとあのアユが見れるんですけど、見えますかね、あ、この辺にこうチラチラと、これあの本当普通に水面の上から撮ってるだけでこんな風にですね、水族館みたいにいっぱいいます。わざわざといるんですよ。こんなにこう、いや本当初め見た時こんな風に見えるもんかと私驚きながら撮ったのはこの映像なんですけど、残りしてる、その辺りもあのぜひ、そのこれあのいつもこの辺りと泳ぎたくなる縁というちょっとあのこれは、セミ温泉の橋の上から撮った映像なんですが、これセミ温泉ですね。はい、でこの橋の上からこんななって見えるんですよ。本当にうじゃうじゃいてですね、まあ、アユは苔を食べるんですけれども、その苔が、まあ、非常にいい苔がつく、本当の黄金色に光ってるっていう人もいるぐらい苔がついて、でその苔が噛んだアユですけども、そのアユがやっぱ絶品なのでここに釣りに行く、あの福島から毎年このなんかもう2週間ぐらいずっと滞在してここで釣る方がいらっしゃるんですけど、なんでここで、まあ、こういう形でトーナメントがあります。これ全国から6回ぐらいですね、これずっとあのここがもうトーナメントの会場になってて、毎週のように7月の頭ぐらいからですか、今年も6回7回ぐらい、6回ですね、全国的なあの釣り具メーカーのダイワとかガマカスとかありますよね、シマノとか、あの名だたるメーカーがここをフィールドに釣りをすると、もう県内もうここだけしかないです。船形町でこれに気がつかないですね。秋はこの柳ですね。産卵しにこう下る愛をこの柳というので取る。これ松原ですかね。松原の柳のことなんですけど。次々と怒られない、重いっすよ。これはこうなり、これ先日あの夏に真似しましたけども、あー走り手が味噌なんですよ、連絡荷物ですね。まあこれはここにアナーキダムがっていうことでこの時は穴一つだったんですけど、今穴二つのダムになってるんですか。じゃあ、じゃあ若干私の方から話させていただくと、まあ最近の近況のところがですね、これまあ一番最新の情報です。ダム計画、県が工事用道路整備へということになったのが、これ朝日新聞10月6日ようやくこれ取り上げてくれたんですけども、非常に大きなニュースです。ちょっとこれは
漁協が反対してる、漁業を営んでる漁協が反対してる、その財産権というのがありまして、その財産権を持ってる漁協が反対してるので、川には手をつけられないんですね。なんですけども、川には手をつけられないけど、周辺の工事から周辺の工事はできると言って道路整備へという、いや、だからなってます。あ、そうですね。すいません。どこにどういうふうにして、はい、何のためにダム作るのか。あ、はい、わかりました。そういう、そうです。はい、そうです。じゃあ、イントロのところは私が。で、まあ、この辺は、組合長さんからまたお話しいただきたいと思うんですけども、県内のこういう川の漁業、内水面漁業って言いますが、県内の内水面漁業の中で、鮎の生産額はこの小国川漁協さんが一番なんですね。それもダントツ一番です。1億3000万円、これは全国的に見てもこんな漁協さんはないんじゃないかって言われるぐらい売り上げを上げていて、これ2番目はどこかと言いますと佐賀江川です。で、佐賀江川は何ぼかっていうと1600万円なんです。なのでこの1億3000万円、そういう漁協が小国川漁協です。で、これが太い鮎ですけども、松原鮎といいまして、天皇献上品として明治天皇に献上されたと知られているところです。で、この問題の焦点はこの赤倉温泉地域の洪水対策どうするかという話になっています。で、この間いろいろこの赤倉温泉地域もう隅々まで歩いていろいろ調べました。で、ここで最大40件ぐらいの洪水があると。で、まあ、ひとたびちょっと水が増えると、あ、まあ、大雨が降ると洪水に見舞われてしまう。これがダムを作る論拠になっているんです。で、まあ見るから危険そうではあるんですが、で、この上に作られるダムというのは穴あきダムで、普通のダムは非常に環境に悪いというのは最近国でも県でも認め始めまして、で、ここは穴あきダムだと。このチラシは藤島さんがいた時に加藤浩一氏の陳情に行ってるような、これチラシなんですよ。日本一環境に優しい穴あきダムと称してですね、穴あきダムっていうのはもうダムじゃないぐらいの話で吹聴しながら、宣伝をしておりまして、で、まあこれ後でゆっくりこのダムについてはお伝えしたいと思うんですけども、これは去年の、首脳議会で発表したこの鮎効果22億円、1億3000万の売り上げなんですが、これを経済効果として流域にどれだけもたらしているのかというのを試算していただいて、22億円という、年間22億円という試算をしていただきました。これは全国でも初めてこういった川の資源というものを試算した成果なんですけれども、まあ、この赤倉温泉の隆起ですね、まあ、よく見るとこういうふうに土砂がこういろいろ溜まっている。で、まあ、これ温泉の旅館が堤防がここまであってどう見てもはみ出してるわけですね。でもこういう護岸にここにあと土砂が堆積していると。で、まあ、こういうものが障害になって溢れさせる原因になっていないのかということだとか、あとこの堰ですね。で、この堰は初めは県が作ったって認めてなかったんですが、途中から県が作ったと認めました。で、何のために作ったのかといろいろ調査していくと、ここに、三之条旅館と阿部旅館という温泉旅館がありまして、そこのお風呂がここにあるんですが、そこの水位を高めるためにこれを作ったらしいということが分かったんですね。で、これはいろいろちょっと細かい話はまた後ほどありますけども、土砂堆積してる。で、まあ、土砂が堆積、まあ、これを作ったがためにこの上にずっと土砂が堆積してると、その原因を県が作ったんじゃないかということが今焦点になって、今回実は11月27日訴訟の始めの、初公判が行われるんですけども、そこの今回の、訴訟の争点になっています。
で、まあ、これちょっとすみません、これ川底がこういう風になってるだろうというグラフ、県のグラフなんですけども、普通川底ってこういう風にあるのが普通なんですけど、これもっこりしてる、これ明らかで、その原因をさっきの石が作り出してるんじゃないか。もうちょっと詳しくこれは解説するとということでですね、あの最近になって古い写真が見つかりまして、この流域どうなっていたかっていう写真が出てきました。で、ここが三之丞さんで、あの阿部良川さんですね。ここに堰があるんですね。これあのその旅館街の人たちだとかからあのお話聞いたら、あの集落の人たちがみんなで木とか集めて堰を作ったもんだっていうことなんです。で、ここのこの時からやっぱ水、ここの川の水位を上げるためにあのこういうのを作ったんだと。で、この木とかで作ってれば、もし洪水が起きたらですよ、洪水が起きたらこれがバーンとあの流れてってということになるので、ここにもし そのま、それまで土砂が溜まってたとしても、洪水が起きたらこれは取り払われるので、全部土砂吐き出されていて、ここは深い山になっていた。それが今こういうことになっているので、これ洪水があってもこれだけは丈夫ですから、ここにずっと土砂がこう溜まっていることになっているんじゃないか。これが今あのこれから争う争点になるところなんですが、まあ、今写真でお見せしたようにこれは明らかなんですね。で、そのあたりをどういうふうに県は返してくるのかということが焦点になります。で、ここの最大40件ですね、の最大というか一番最大の洪水っていうのは昭和49年8月なんですが、そこで約40件水がついたという、これは最上町の資料であります。あとちょっとお見せしますが、それをどう防ぐかで、40件なんですけども、あともう一つは川が溢れてこう水がついたのと、裏山の水が来てもともと低いところに水がついた、これ内水氾濫っていうんですけども、それで40件のうち半分ぐらいはそうじゃないかっていうふうに言われています。これがこれももう一つ の争点なんですが、で最近洪水だってこのなんかさっきの水が溢れてるような写真で危ないって言われてる時も、実は川自体は堤防の中ちゃんと行ってまして、完全に氾濫してるようなことはほとんどないんですね。で、ほとんどこれ最近一番最近は平成21年3件水がついたっていうのがあるんですが、それは明らかに裏山からの水で、もともと低かったところが水がついたんだということを、これは県が最近やってみました。で、私たちはこれダムじゃない代替プランを提示もしてまして、こういうあの危ないというか土砂溜めてるようなものをこういうふうに取り払え、あとこうあの川底を下げれば十分そのダムに頼らなくても、あの全然そのこの地域は守れるという代替プランを出しています。で、あのダムでダムの効果ってどういうことなのかということを改めて県に聞くと、ここの地域で 1.42m、 1メーター42センチあの洪水がもっと来た時に下げるという効果っていうことなんですね。だとしたら 1.42 メーターここ下げたらいいじゃんっていう話なんですよ。あと壁で稼げてる、まあ、こういう話で今あの想定がしています。あともう一つの問題として、県が湯脈お湯に触るから一切この川にいじれ、川いじれないんだっていうことをずっと主張していました。で、そのために川底掘れないからどうするかというと、もう拡幅しかなくて、これ全部移転させなきゃいけないみたいなことをダムと対比するその、なんていうのプランでは、もうこの辺の旅館全部移転させないとダメっていうのを県は出してくるんです。なぜかというと川底一切お湯に影響するから触れないっていう理由でですね。
で、それに反論してるしたのがこの山大の川辺先生という先生で、この先生には、今共同代表の一人になっていただいてるんですけども、県の請負の調査をした張本人の一人の先生なんです。その先生がこう県で結果ねじ曲げたと。私はそんな温泉に影響するから一切川底掘れないなんて一切言ってない。でそれを県はそうじゃないようにして、とにかく掘れない理由として川辺さんの主張をということでですね、これも一つの論点になっています。で、まあ、結局こういうものを放置したままダム作ればいいって、その話はないでしょっていうのが私の今回の9月の議会の主張でもありました。で、川っていうのは基本的にその十分流れる量を確保していなきゃいけないですから、これ元々の護岸なんですけど、これ元々の護岸の上にこういう工事をやって川を狭めているような工事もしてるんですね。これはあの基本的にやらない、やっちゃいけないことをやってるんです。だからそれに県 の、 あの、はい、9月の答弁はどういう答弁ですか？9月の答弁ですか、基本的にはこの細かいところについてはですね、細かいところについては向こうから答えっていうのはもらえなかったんですが、基本的に県は OK し国も了承してると。国も一応政権交代後県が一応検証して、国も検証委員会を設けて、そこで、この判断をよしかそれともこれ中止かって判断をする、その検証の委員会っていうのが実は去年の8月に結果出したんです。県もよしとして国も OK してるから基本的に問題なしという結論なんですね。それをオウム返しという言うだけというのが今県なんですが、その県の検証の中でこの辺だとかさっき言った席のこととか全然ですね答えになれないような答えでごまかしたまま進んでるっていうのは今の現状なんです。なので今回9月の25日に裁判をこの有志で、私はその、訴訟団には名前入ってないんですけれども、有志で、みんなでこの裁判を起こしてまして、この問題をやはりテーブルの上に乗っけていこうと。マスコミもほとんどですねこの真相を分からずにずっと進んできたっていうのがありまして、ようやくさっきの朝日新聞、冒頭の朝日新聞の記者が非常にダムも詳しい若手の記者で今ようやく食いついてくれて、こういう問題もこれから明らかになるだろうということになろうとしているところです。で、庄内日報でも佐高誠さんが、新聞の文章を書いていただいたんですが、今佐高誠さん実は村山君もよく知ってるんですが、長良川鉱石の反対運動のところから佐高さんにはこの川の問題関わっていただいてて、久々にそれも地元の問題だということで、なんとかしようということでいろいろ動いてくださっています。で、さっきのこういうこれは県はこう資料を持ってないと言ったんですけども、最上町の方をいろいろ訪ね歩いたらこういう資料が出てきて、床上と床下で小国川での洪水で死者が出たかっていうと一人も亡くなっていないんですね。で、どこかで家が流されたりしたかっていうと、大昔にどうもこの川に張り出してた一軒の旅館が流されたっていう事実が一つあるだけで、あとはその家が流されるとかそういう問題発生してないんです。で、この水がつく床上がこういうところにあって、で、なぜか床下はこの辺にあってって川はここにあんのに、そうおかしいじゃないかと、もともとここは低いからそういうことになってるんですね。で、こういうデータをいろいろ今解析しながらその訴訟のための準備を今しています。で、最大の洪水の時にこの40件で、そのうち内水被害と言われるのが結構あるので、
という感じです。で、まあ、またこの辺どうなんだっていう話があればまたちょっと詳しい資料もお見せしながらと思っております。今日 私の報告はこの感じでありました。で、組合長さんからはじゃあぜひここにこちらのみんなの顔見る、そうそうそう、みんなのそうすいません、そうそうそう、でちょっとマイクもちょっとね、その前先で話をするなんて、
その中で育っていくというか、当然のこととして漁場も加入していく、良好な漁場を保っていかなければならないですけども、最近は河川工事やいろいろとってその漁場の環境が悪くなっていったら皆さんもご存じだと思います。ですから漁業組合がダムをそこに作るということになれば、何の理由もなくこれは困るということは当然のことだけです。で私たちはいやダムを作ってもらっては困ると、しかしダムを作ってもらっては困ると言っても作る方の方にも理由があるでしょう。その理由がね、本当に正当なものといいますか、皆さんが考えてなるほどということの理由であるとするのか、これは反対だけをして、ダメだというわけにもいかないでしょうと。それに代わる何かの対策があれば、これは反対し続けてもいいのではないか、まあ私たちはそういうふうに考える。でところで、ダムの反対のことは平成の7年に理事会を開いて、ダメです、反対です、というふうに言ったわけでありますが、その答えには返ってきませんでした。でいろいろなんかする中で、平成13年にダムの懇談会をするというふうにしました。でその中で私たちはいろいろ勉強したわけでありますけれども、先ほど申し上げましたように、話がありましたように、あそこの赤倉温泉の温泉街、温泉街のいわゆるそこの川幅が狭くて、どうしてもその時洪水になる水流を確保できない、流量を確保できないとすれば、そこは拡幅したり、あるいはその堤防を作って高くしたり、あるいは移転をしたりする方法はあるのではないかと、まあ、こういったところを、そこは温泉街源泉に触ったので、触るので工事などはできない、それは前にその工事をして保証問題までなった経緯があると。そこで県はそこに触ることができないので、川を掘削することも掘ることもそこに堤防を作ることもできないんだと、それでダムを作るということになったんだと、こういうふうな話があったわけです、うん、ダムの懇談会は平成13年に、5回にわたって、平成13年5回、平成13年から14年にかけて5回懇談会をした。その懇談会に僕もそうですね、それが初めだったと思うんですけど、その時からです。懇談会何人でしたっけ、何人でしたっけ、30人、その中で沼澤さんのようにダムによらない対策があるんじゃないかって主張された方何人いらっしゃったんですか。2人か3人でした、ね、ですよね。だからなんか行くたんびに思ったのは、なんとなくこう袋叩きされてるみたいな30人ターンあって、の市長は懇談会のメンバーはどういう人なんですか。それは各種団体の長ということで、うん、代表者というか長といいますか、で地域の今何と言いますか、部落っていうのは言葉は使いませんでしたけど、町内会とか、区内区長たちと最上町の最上町のブラックの責任者、そうそうそう、それから農業協同組合の、組合長とか、それから商工会の会長とか、温泉組合の会長とか、もちろん私の方は主に合う漁業協同組合の組合長ということで、まあ委員になったわけです。その30人のうち、私と船形農業協同組合の組合長と、あと1人、確かそのダムを以外にもする方法があるのではないかという説をした方がおったと思います。でその方々はもう頭からそこはできないという前提に立って、うん、温泉、それも草島さんの話ですと20軒全部
移転する必要はないのです。川は狭くて川にせり出してきている旅館は4軒だ。そうそうそう、4軒だけ。で民家が1軒。だからその人たちが何とかすれば、何も今度ダムなんか作ることはない。ここから私の信念といいますか、ダムには反対しても反対し続けてても何も、なんと言いますか、社会的に糾弾を受ける必要はないので、それを一本で通してきたつもりです。ですから私たちは反対のための反対をしているわけではないです、ちゃんと皆さんに説明をしてすれば分かっているくださる理由だということで、私の方でも総大会というの、総大会というのは、国合の意思決定機関でありまして、1100人おるうちに120人が代表ということで、総大ということで、意思決定機関をそれでやっているわけです。その中で平成12年と12年目は、軽い その理由までなくてやったわけでありますけども、18年には、きちっと協議をしまして、そのことで議論をしまして、反対という結論をしたわけであります、ですから、私たちと県との争点は、そこができるかできないか、私は感覚的にそういうことは証明することは何もできませんでした。関連的にそういうふうに言ったりするというふうにはっきりしているわけです。で、草津さんにその下の方からいろいろ聞いて、で、この度は山田院の川口先生です。そんなことはない。そんなことはないということを証明してきておりますし。で、もう、なんて言いますか、もう、それ以上の私たちは、主張はしなくてもいいというふうに思っているぐらい、信念として持っているわけです。簡単には、そんなことでありまして、そこで、組合だけ、私もこの通りでありますので、なかなかそのことを皆さんに理解をできるように説明したり何なりすることはなかなかできないわけであります。まず第一にそういうことであります、平成13年のは、その会議が始まった時には、その一番そこで偉い方といいますか、その当時は建設事務所といいまして、建設事務所の所長さんが、私たちはどうもそのお役人さんが来て偉い人が来るとそうだろうかなってすぐ考えてしまうわけですけども、その温泉街は、そういうことで絶対その触ることができないので、移転するつもりもないし、温泉街を移動させるなどということには考えておりません。ただ案としてはそれはありますけど、こう言われてしまいましたので、議論にもならないんです、議論にもならない、私は今言ったようなことを話をしても、偉い人がこんなことはするつもりはありませんと言えば、皆さんは、初めからその家の人たちだって、ダムありきの人たちを集めたというふうに言っても過言ではない。なぜかならば、その集落の、一人の区長さんは斉藤、私の子供を含めてたんですけど、それがこう覗いて議会に出ている、その当時はダム建設委員会で委員長だったと伊藤さんという方をすり替えて、
古く見ると覗いているんです、うん、だから当然地域の代表で言えば私の今の古く名所がそこに行くはずだったんです、うん、で一番先の会議の中からそれで揉めちゃったんですか、うん、私はこの委員会はこの委員会はダムありきの委員会であってダムを作るか作らないかだけで後の問題についてはその案というものについてはただ示しただけですね、ないかというふうに主張をしましたし、そういう状況の中で始められたんです、うん、でそれで小田さんその時って専門家専門家川の専門家っていうのは誰もおりません、誰もいないんでしたっけ、風間先生のやつは何ですか、家の中に、うん、その次に平成15年で流儀委員会というのをしたんですよ、うん、それはもう公的役者、うんうん、最上野川の治水対策をどうするかという立場で、その前一番今話小林さんが話をしているのはダムの懇談会によって地域の視察、うん、地域の大切ですね、いわゆるダムを作ってもらいたいという組織を作るさなどと思います、うんうん、まあ、賛成でね、賛成、うん、そもそもやっぱり有力名員がそんなに強烈に反対するなどということは想定しなかったと思います、うんうん、それが、何を証拠と言いますか、私が感じたのは私は組合長になったのが平成9年であります、平成9年に、私は小金町に、今度両方共演の組長になりましたので、うん、よろしくお願いしますと言って挨拶をした時にその当時の町長は、まあ、まあ、ダムのことをよろしくお願いしますが打っていく、一番先にそんないや私の方では、うん、私の組合長がない時にもうすでにダムは、でない治水対策をし、治水対策をしてくださいというふうに出しておるんです、理事会の決定により、うん、理事会でそう、うん、ですからそれは最上町に出してる、最上町が一生懸命ダム作りたい、ダム作りたいって言ってる人だけいて反対してはならないが、うん、俺たち反対するのは当然のことだし、うん、どこの組合だって反対したんだけど、うん、そういうことだ、うん、ところが厳密だけどもそれは反対はいつするでしょうけどもやっぱりその保証金とか何とかって言うてその賛成するなんていないかっていうふうに思ってたと思うんです、なるほど、最後なと思ってたわけだな、そうです、そうだと思います、うん、それは私たちが、10年前に、県反対をしていただきたいということで、陳情書を持っていったときに、その紹介人として、隣の小原沢の今の社長ですけども、加藤さん。加藤さんが、その人が、ね、お願いを言ったんです。それは、その前に、県に来て、ダムに反対だと、ダムは作るべきでないと。いう発言をしてたというふうに聞いたんですが、うんうん、で私も、ああそういう人だったら、紹介人になってもらってということでお願いに行った、その時に言った言葉が、私はダムで反対ですと、ダムは作るべきではないですと、でだけどもよ、組合、漁業組合はよ、ダム反対先の指摘でも途中から、作ったっていいっていうのもね、すぐまあ、ぷよぷよ言われたんです。いや、私たちは、もう総代権にも決定をしているんです。ですから、そう簡単に作るというふうに賛成するとも言われません。まあ、とにかく私たちは、ダムか作ってもらえるのがいいわけですから、
新庄さんです。打たれたりのその時は、加藤さんは焦点になっていただいて、そして、加藤さんが言うだってやっぱり芸能界というものについては、そのぐらいの認識であったろうということについては容易に、考えられるわけですから、ましてや、首長というか所長たちはそんなことで反対になって反対を進められるということはないというふうに思ったかもしれません。なんだと平成12年ですね、12年確かになってそれで13年にコンタマコンになってそうだから、その前にその前ですかね平成9年に、モアナチの町長さん挨拶した時にでその時に私はだって東北電力電気東北電力は参入しないという話じゃないですか、それから灌漑用水は、必要でないのでしょう。30% も減反をしている状態の中で、今更灌漑用水を必要とよ、ね、それは乾物でもあれば、困るということもあるかもしれません。水道用水必要なんですか。小説道路、小説水用の必要なんですか。その時に中村町長言ったことは、小説用の水を欲しいと言ってる。その時は穴穴もであるべきだから。で、まあいい言い方は、500億もの、金が最上町に入るんだと。ね、で、ダムをそういう予算があるのに、断る。なんていうことはありえないことだと今日は私に言ったことではありませんけど、町内会の集まりとか、そういったところで言っている話、そういうことでいわゆるリゾートといいますか、ダムに水を貯めるわけですからボートが届くわけで自体リゾートにするという形でダムが始まるわけです、これが13年にはそういったものがなくて、もう穴開けダムと治水用専用のダムということになったんですよ。治水専用のダムだとすれば私たちはさっき言いましたよ、その温泉街の方向ちょっと寄せちょっとというような言い方はあるんですけど、は金もかからないだろうし寄せてもらった温泉だって、ね、今の見ていただくと分かるという景観が悪い、遊戯委員会というのはその後あるわけですから、遊戯委員会の中では、笠上は、景観が悪くなるので、景観が悪くなるので、賛成できない。こういうふうに言ったから、3人もいます。笠上げっていうのは、なんていうの、この地面から、なんていうの、こう。今は低いところにあるのを上に上げるっていうさっき言いましたように1メーター42センチ高いところに建物があれば同じ幅でも、流量は確保される、洪水にはならない、水害にはならないという論理からすれば1メーター倉島さんの話、さっきの話では1メーター40掘ればいいのではないかということと、掘らなくとも1メーター40センチ堤防に堤防を作ればいいのではないか。で、堤防をさっき言ったように作られているわけでありますから、ここのところに1メーター40センチ上げると、そうすると川が見えなくなる。ここに1メーター40センチあったところが川が見えなくなるということになるでしょうね、やっぱり。じゃあ その分だけ傘上げをすればいい、できないというってことはないと私は思っているわけです。それで平成15年の流儀委員会にそのも私は来ました。本当は13年に来れちゃったわけじゃないですから、来れたというのは13年に
自分をしました。そしてこれがここをやることができないとすれば、今度は鵜飼影の影の方に水沢川っていう川があるんです、そこから約800メーターのトンネルを作って、こちらの川に出して、赤倉温泉街を通してやれば、赤倉温泉街の水害は守れるんじゃないか。さっきの話の中にありますけど、赤倉温泉街だけです、民家があるのは。民家で水害が、の危険性があると言われるというところ。あと、下の方には一気もあれないなんです。ですから、あとの二十数軒の家は、堤防を作れば堤防のうちになりますから、堤防にかかるのは下の方しかね、ありません。右岸の方で。で、左岸の方で、旅館は上の方にありますけども、それは堤防を作って積みた限りは、もう少し幅を広げて、積みたの堤防を高くすれば、ね、悠々高を目立って積みた50センチぐらいの堤防を作れば、何のことはないのです。それは皆さんと一緒に私と話をして、一緒に行ってみるで、そういう感じですを出すのやつ言ってくれる人いるんです。で、昨日も技術懇談会の中で、こういうストーリーになって、なぜならば、その団子、そういうこと分かっている団子団子っていう並びっていうことだったんです。そんなことを分かってないわけじゃないんですね。もう理屈を言うだけ。ダムを作りたいから理屈を作るんです。実は私の方から出ている、伊藤茂っていう、茂成っていう県会議員は、伊藤茂成さんという県会議員は、漁業組合がダム反対やられて、とんでもない話だと。いうことで理事になってきて、理事になっております。私も理事に理事になってきたの。そうです。昨日そんなことで話をしましたので、私が言う、今までは陳腐として言わなかったんですが、言えると思いますが、その人にきちっと昨日は言いましたので、言いますけど、税金に関わることですかね、というふうに言うか、人の思想心情に関わってものを言うことを言うということは、だけどもそういうふうに言いました。で、その人に、なして事実がある以上は、なしてダムにこだわらんなにゃや、なしてダム作らんなにゃや、私は科学的な根拠に基づいてやられるものについて賛成をしているのでありますが、じゃあ科学的な根拠って何なのか、ね、私たちが観念といいますか、考え方で、そんなことないでしょ、あそこさ、もう触らないだけ、温泉線に触られたっても高くすることはできにくないじゃないですか。セミ温泉か、ちょっと待ってよ。さっき出てきた、さっき出てきましたね、これ見てみる。これいいよ、これ分かりますよ、地場線だったな、この線ですな、これですな、はい、ここまで堤防でやったやつをこう重ねてるんですよ ね、ね、そう、これ積みた近くあるわ、
2メーターぐらいありますよ、そこは。いや、ここだけよ。あ、そこね、うん、はいはいはい、小三分ね。だ最初のあの、うん、ここから、この堤防からここですね。アベル館のやつ、ここじゃあちょっと出しましょうか。アベル館のやつと、はい、比べてみてもらえば本当に、ね、圧倒していただけると。ここ普通、ここがあるんです。ここまでが堤防だったやつを、うん、ここがかさ上げしたんですよ。かさ上げっていうか、これ堤防をパラペットって言うんですよ。ここの壁を作ったんですね。で、これは耐水化中圧なんですけど、要するにこれはね、またおもろい絵なんですけど、はい、これでいいと思うんですけども、ですね、ここに、だから1メーター、そう、上げればいいだけだって、上げればいい話なんですよ、ね、うん、それでは、ちょっと困るということであるとするならば、うん、なぜそこをここ上げてやらない、うん、そんなことをしないで私たちは、ね、地域の人たちとダムに60億とか140億とかで使うんだとすれば、この旅館のそのものをね、うん、今風に、そう、今風にって言ってはあれですけども、デスタッタっていいな、ね、うん、そういう鋼物ね、そうなんですよ、そっくり新しいデスタッタって思い出にかからなきゃいけない、うん、ね、道路建設の時ダメだダメだって言ったったって、それはしてもらわないで上げてしてるってことで、保証金を出してしてるわけだから、うん、これ例えばそういうふうにするときに、うん、するとすれば保証金出さねえなら検査を出させてきてない、うん、それはそういうことで公共のためにする水害対策としてするんだとすれば出しますと、うん、そういうことを県がするとするのは出すというか、出すというか当然のこととして経費になります、費用になりますというふうに確認をしているわけです、うん、ただその時、その当時はね、うん、そういうことをする場合は国からの補助金は出ませんという認識でした。私たちは初め、ね、初め、うん、ダムには 50% いわゆる県と当時の、うん、担当事業といいますか、県事業としての場合は 50%、ダムの場合は出ますけど、こういった場合は出ませんという認識でした。知事もしなかったんですよ、うん。ダムには補助金が出る、うん。ダムには補助金が出る。国から出る。半分出る。こう聞いてるもんですから。私も、バカだったっていうか、気がつかないと。ところが、最近になって、よくよく聞いてみると、それにも国からの補助は半分あるんです。同じようにあるんです。うん、だこんたら何なしてダムダムってことからなんや、うん、ね、なんだなんで、とにかくなんでなんだってダムが欲しいの、ダム作りたい人がダム、うん、あともう一つですね、私は杉谷さんも、うん、答えられま、答え、そのことについては答えませんでしたが、うん、私は要は組合長の言葉だけ言うと、お前のことねというか、お前は組合長は古い言葉言ってるなんて言われるというね、言って言わんねえんとも、ダムでなければならないというふうに言ってる人たちは、それは何かが洪水対策の場合でなく、何かがあるんでしょうということは容易に考えられることでしょう、みんなね、うん、何がやっぱりダムを作らせているんだから、うん、そうそうそう、それは利害だろう、利権利害、うん、そうでしょう、このそういうふうな本当に私から言わせれば、穴開きダムでなくて水を貯めるダムなら、うん、目的はあるわけね、水を利用するっていう目的、うんうん、先言ったね、飲み水が必要だとか、何だとか、必要でね、水は。水は必要でなくて、流すならだから。そうすると、
ね、面影あるところではここしかねえなと思って、ここをなんとかすれば川幅が広げられない、先ほど言ったようにここもここを掘り下げれば、こういうことができれば水が流れるし、なんでよ、なんでなんだろう、みんなこれはなんだ、それ私はなそこで怒りも感じるし、私たちが言ってることは、ね、社会的にも、まあ、国のためにも、まあ、県のためにもなってるんだ、余計な気に使うな、その通り使うとしてもここの一つが、ね、それで潤うとか、それからの旅館の経営がうまくいくとか、ね、そういう助かる金であれば使っても、そういうふざ使った方がいいなんて、そしてましてやダムを作れば、そのほらなんていうの、ゼネコンというか、そう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 、そういう人たち先のやつだから8割はゼネコンに流れるので、でここで例えばこれを建て替えするなというか、地元の人たちが、ね、雇用も、雇用というか仕事するとかだけ出てくるです、ね、おっしゃるとおりです、そうです、まあ、そういうことも、まあ実際の確保も確信を持っていることなのを草島さんとかいろいろ教えてもらったり、こうだねかなんとかって、本当に理屈ですからね、理屈実際そういうことで感じることがあったんですけど、草島さんからは新潟の、水害の後に大隈先生、新潟大学の大隈先生ですけど、まあ、取り組んでいる新潟水害についての取り組みについて現地をあれ釣り行ってます、そして終わって勉強されていました、その時は上の方にダムが2つあった、だからダムが2つあったからもう安心だと、水害のならねえと、心配ダムの水害の心配はないというふうに思っていたところが、それは想定外の雨が降ったからでしょうけども、あの何年ですか、2004年、人が住んだダムが2つあってもダメだった、これは何年であった、水害がある、あるというね、ことを認識をしながらそこで生活をしていれば、それはいち早くそういったことについて気をつけて予防した対策を立てる、ところが安心をしておったもんですから、堤防が決壊するのも知らないでいた、前はその、堤防が決壊すると困るので、雨が降ったら皆さんが畳一枚ずつ担いで、そして堤防を補強するために、訓練をしよう、それをしなくなったがために人命にも関わるその、救命ね、水害が招くことになったというふうな話を聞いて、現地で見て、ああダムっていうのは本当に、何の役にも立たない、本当の水害が来た時では、基本で何もならない、50年に一遍の確実であるだろう水害、まあダムサイトで350トンの流れる雨が、これはあそこはひとたまりもなくなるなんだと、まあこういうことで今日は始めているわけです。ですけども、次の対策はさっき言ったように、何難しく考えに至ってできる話のことをどうしてもやるっていうのは、まあ、私たちは、ダメだダメだって言って、不明に
ですけど、去年は俺みたいなまだ粉末だっけ、もう年のいって、どうにもならないような人たちまで多いわけですし、久米も、ロリカスも、少し、少子高齢化ですか、という形で、1300人おったんですが、ほぼ5、6年で1100人いました。で、まあ、力のということはありますけど、まあ、私たちの組合の定款の中には3分の2以上の賛成はないと、業務権というものについては売り渡すことも変更させることもできないという定款があります。それはその業務権までではなくて、定款を変更するときとか、出資金の額を一口当たりのやつを変更するとか、いわゆる大事なことは積み上げる積み時には3分の2を賛成がなければ、いかに、まあ、組合長が、それは談合しようと、どこに賛成しようとしてもできない、そういうことになっています。また赤木先生の話を聞くと、業務権者いわゆる組合全員の同意はないと、業務権交渉には入れないと、そういう、また小さな、国土交渉省の大臣からの通達もあるようです。ですから私たちは私たちなりにそういう立場で頑張っていけば、そんな無謀なことってさせることはないのではないか、こういうふうに考えておったところでありますが、そんなことを私たちが言っても予算は計上するな、予算が計上したのでやって、それをもうダムの本体工事ではないけども、ダムを作るための道路を発注して着手した、言ってみれば呆れてもごしゃげたな、取り越してやごしゃげたっていう言葉出さないと、ごしゃげたっていう言葉は取り越しては呆れた、まあ水辺もいつもは実は書いてなくて、実は懇談会というのがありました。私たちが一生懸命、陳述したり何なりしても、実の中に後ろで突っ張る、後ろが鉄砲見て、そういう、また、うつみたいなことをされたんでは困るということで、もう二人の間決定したことを、党大会で決定したことを、いずずが反対のことを取るなんてことはありえないことだと皆さんが言ってくれました、まあ新年にやってるんだなっていうふうに最初に言いましたし、まあ県会議員の、そういう人たちと、ダムを作りたい人たちと一緒になってやってるわけだから、いうのでありましょうけど、いろんな私たちの組織の中に、お手草島さんが、いろんな自然の関係とか、いろんなものに関してくれてたって言ったりも、そういう中で、私も一生懸命にして やりたいっていうのに、そういう、人がいるなっていうことなんですけど、どうしてもやっぱり一言が言っておくなって説明すればいい、まあ私たちの決意もきちっとした決意を示さないと、16年そんなものが
作りまして、保証金を少し積み上げればなんとかなるんだなと思って考えられてもうまくということもありますけど、私たちがしていることは私たちの言語だけではないと思います。まあつもりというのを皆さんの方が地域の人たちも含めて県民の存在をどういうふうに見ていてくれるかは別条としてもやるだけのことはやりたい、やれることやるだけではなくてやれることについては、ね、やりたいというふうによろしくお願いしたいと思います。なんか何をどういうふうに話すというのか分からないままでありますけども、よろしくお願いします。非常に分かりやすいですね。ねえ、言いやめばわかんない。今までちょっと社長が話すだけだろ、こいつは。ちょっとだけ、うん、あのね、あの、私は何だか違う、言いやめばわかりました。あの、総代会の総代は何人いらっしゃるんですか。120人です。120人、はい、全体の組合員は110人、あ、1100、今は現在は100人、1100人で、あ、で総代は110人ぐらいです。120人、はい、ああ、まあ、あの、当時総代の係数を決めるときは100人以上を、の定数ということになっているんです。で、当時は1200人程度でありましたので、10人に1人ぐらいの総代であればいいのではないかということで、1200人定数をしたんです。で、その後、まあ、200人ぐらい多くなりまして、で、300人ぐらい。あの、重要なこう組合として重要な決定とかそういう判断するのは、うん、総代会でされるんですか、理事会になるんですか。総代会です。総代会、うん、あの、総代会と理事会の違いはですね、うん、組合の意思として決定をしていかなきゃならない、うん、その意思決定の機関は総代会です。これはあの、県や国やであれば国の国会であろうし、県では県議会、まあ、総裁会に行くというふうになるのではないかというふうに。1500人の組合全員集まるの大変だから、それで総代会が総会に変わる。その理事会はやっぱり理事会は理事会は何人いらっしゃる。理事会は執行機関でありますので、はい、総代会で決定をされたことを、執行していく機関なんです。ですから平成7年に水産業協同組合法の改正をされまして、その場では理事者は全員が執行者でした。それはあの、登記も理事全員の氏名が登記されたんです。ですがそれは責任の所在がどこにあるかということが明確になくなる。で、代表理事というものを設置をしまして、代表理事が執行機関とこういうふうに法律改正をされまして、理事会は、執行の方針について審議をする。で、代表理事が執行するのを監督をしているという機関になりました。これは調節機関です。代表理事も調節機関というふうになっています。あの、やっぱり総代会の中でも、その全体としては、
もうそのダム反対でまとまってるんですか。それはやっぱり賛成の方も一部いらっしゃったりもするんですか。それはやっぱりまだ拮抗してるんで、もう少数の意見ですか、そのダムに賛成。もちろん少数の意見というか、少数だからダム反対の決議をできるわけです。理事会が11人いて、2名そのうち1人がさっきの県議の伊藤重成さんで、2名が推進なんですか、もう1人が忍さんという、これ県職員だったんですね、推進の説明をした張本人がその理事の1人になってて、その2人が推進、あとは皆さん反対、理事会で、そう 9対2か。やっぱりその総代会、総代の中でも最上町の方とかはやっぱりどうしても推進の方についたりとかっていう感じなんですかね。それの中ですか。はい、そうだね。最上町の方が多いです。組合のさ、1200人だっけな、最上町の方が何割ぐらい、だいたい 5.5、4.5 ぐらい、5.5 まではいかないかもしれないね。 5.3 ぐらい、まあまあ半々ぐらい、そうです。50人ぐらい多い。もがみ町の方が多いですか。もがみ町の方が多いです。そうする。あ、なるほど、まあ、ただ組合長がぶれないから、今の話聞いてさ、その通りです。いやいや、組合長のぶれないのがいいね。その通りです。一貫してさ、それがやっぱりそういう状況とつながるのよ。私の方が理事の人たち、執行機関は、執行機関は代表は私だけですから、だから代表理事が執行することになるわけです。しかし他のことであれば代表理事が表現を使ってすれば答えられるわけですけれども、職員を使った時はいませんので、ダム常任、ダムの対策常任委員会というのを使って、私の他にも7人作って、ダムの対策に当たるというふうにしているんです。それは、まあ、強烈にというか、かっちり、ダムを作ってはダメだという人たちを揃えてやっているんです。なんでもやっぱり今組合長がノーツの説明しているでさ、あるって言って水たみで、その水乱さ使えないよ。みんな一人で開いて穴開きまでしてさ、なんかどういう意味ねえでいいのってさ、それで飛んでるな。ねえですよね。ちょっと面白い資料があるんで、ちょっと見せたいんですけど、さっきの流域の絵がありますよね。でその中で、最近発見、みんなで流域歩いてて発見した絵があって、それはこれなんですね。これ、あ、違う、こっち行きましょう。最初に、ダムほら500億も作る限りで、上の方が500メーター、560メーター、高さが56メーター、このダムを作ろうとしたのよ。こういうダム、でダムダムできたわけだ。だけどもこの東北電力は参入しない。目的は大体ダム作るっていうと何のために作るのかっていうと電力だね。俺たちだってそういうふうに思ったんだから、学校生活で、日本は資源のない国だからダムは本当に、急流の川が多いので、ダムを作ることによって電力を、それが産業が発達してくる、工業が発達してくる、で、工業立国だ、輸出国だ、こういう形で日本が発展するなんて来たんだもん。だから、ダムなんてのは大したもんだと思ってたんだから。だから、水をためて、やっぱりその、電力を作るということになります。
これはね、やことにあって、まあ、わからんでもねえけど、わからんでもねえけど、一番最初にこう組合長のところっていうか、その組合長がそのダム の, その最初は発電とかいろんな話で話があったのはいつもいつぐらいなんですか。昭和、私はどれやの51年から、はい、組合の役員になりまして、ええ、で、平成9年から組合長になったんです、はい、もうダム、この問題のダムの話になったのは平成2年出て3年から具体的になったと聞いています。だけども、その当時は組合長でもなかったし組合の役員ではないけども、ただ平成7年になって地域の組合員に、ね、地域って赤倉温泉街の温泉の支部に話があったと、鈴見に聞いてくれないってことで、この時はタバコが麻酔行ってたの、うん、あ、仕事場で火を置いて言ったのに、あら、ダムラン使っても困るな、泉荘、泉荘、そういう話になって、で、7年でそういう話があって、まあダムランダムやな、で、その時の組合とは佐藤慎二さんで、で、まあダムランダムやな、お前ら補助金だけ大したもらうにあっていけん、やっぱりそういう、ね、話になるよね。そういう話は言っちゃうんだね。うん、そういうこと言っちゃうのよ。だけど、湯川ダム作ったとか、湯川さえ行って聞かないなんか500万倍使う直に営業するんだわって、そんな言い方はしてたね。僕は後の若い人たちに信じてたんですよ。もうダムラは補足の問題にはわからないですかね、って言って、僕はそういうふうに知っていたの。7年の時は佐藤新宿の行くから役は活躍しなくて変わったのや、その時にそういう話があったもんだけど、役は組合長と組合長が反対の信用書というか、もし優勝を持って町に行って小川町に行って申しました。で、平成9年に私が組合長になって挨拶に行ったんですけど、長野町さんの長野町長さんが言われて、でも長野町長も人付けたもんね、家に入らなかったわけやね、いんな人付けないよ、いんな人付けなんていうね、結局そのためにこれ多分やれてるなんだこんなのは本当に否定口みたいなだけダメだと、だからそういうことでやればまだ正直だしいうかね、議論の対象にもなる、まあでも正直にはそんなだけどそのためにしか見えない。その最初 の, その平成7年とか2年とかの時はその前の組合長はなんとかなると県は思ってたんでしょうね。思ってたんですか、そのなんかその保証金知事は二階も変わってるし、ね、建設今は金土水利課って呼びなきゃいけないんですけど、前は土木部長、土木部長、部長は建設省、あるいは国土交通省からの天下りより早くて出向、県の部長は全て出向です今まで、その前の組合長だった人はそのまあ本人に話すとその最終的には保証金だとかいうふうに言ってたんですか。私の前の組合長です、って私はそこまでありませんけれども、彼は穴開けたものは絶対ダメだと、スリットダムだと言い切ると思う。あ、何ダムだ。スリットダム。あ、スリット、スリットっていうのは
ダム下の方にだけ上げるんだが、途中で穴を上げるということじゃなくて、上から下までです。ああ、ストップ上げなの？うん、あのスウェットってスカートはスウェットって。ずっと長く空いてるって。そうそう、ここずっと下までこう空いてる。あれ、ああいう時、あれを時のことをちょっとイメージしてもらうと、スウェットってそういうことだっていうこと。あれなんてないですかね。治水、赤倉温泉の治水の問題って考えれば、ダム以前にあの建物自体が建築法違反みたいな感じで川にせり出してるんで、うん、あれ河川法違反じゃないんですかね。その辺はどうなんですかね。それでね、ちょっと面白いのがあるんで、これちょっと見てもらっていいですか。 ここが危ないと言ってダムの計画になってるんですよ。ところがこれ見てください。この建物実は去年ここに建ったんですよ。危ないって言われてる川に新しい建物許可しますか。でこの建物見るとここに壁作って、さっきのセミ温泉みたいにこの堤防から上にこうやって自分で排水対策しちゃってるんですよ。あ、どうぞどうぞ。はい、どうぞ。組合長、組合長、組合長行って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 。そう、実際これはこういう感じで指定してるわけよ。そうだから、これこういうを、そうここその性格言ってなんだんだ。ここの旅館もこういう風にしていければ、それだけでいいの。こっちのやつもこれ、これ民家なんですよ。民家。旅館でないんですよ。これ民家。そこ行くと、川沿いに行くと電柱とか、うん、そういうのに、うん、河川整遊許可証っていうのがくっついてますよね。あれは何なんですかね。あそこ河川区域なんですかね。道なんですけどね。私は分かりました。あれは何、あれ今調べてるんです、うん、でもうこの辺にあるあれ全部河川占有許可の電信柱なんですよね。そうなんだ。あれね、河川とここの間の柱が本来は建物建っていけないんだけどね。その仮説は別だけど、電話の信号が電池だから、この辺の川沿いも立ってるよな、うん、河川占有赤川にも立ってて、いやこれはどう見ても明らかに川の中じゃないかというのがあって、要するにこれ調べたら湯に2メーターあるんですよ。だからこのぐらいの壁をテーッとやったらそれで済むの。それで済むんです。だからそれをただ景観のために景観の景観悪いですよ、ね、歴史的な景観を守るためにそれはできないとかって言ってるんですけど、それこそヘリクス。その通り。ダム工事の総額って今出してるのいくらなの。今約80億。80億ですね。あ、それは本体だけですか。本体だけ。関連も含めて80億って言ってるんですけども、上の方の工事全然やらないような見積もりなんですけど、それでは上がんないと思います。実際には100個すな、100個超えると思います。まあまあいつもね、80億って言ってるんですけど、80億います。いつもその小さく産んで大きく育てるっていうのはこういう工事の典型なんで、ですし、で、まあ、ちょっとだけさっき新潟の水害のことがあったんでちょっとだけ説明するとですね、まあ、本当に新潟で五十嵐川っていう川の水害はこれ全国的に有名で2004年です。で僕も実はここを現場行ってボランティア活動してまして、五十嵐川っていう笠堀ダムと大谷ダムっていうダム2つある川で実際にこう堤防が破堤しまして、死者9名出てますね。でその隣のダムもこの刈谷田川っていうダムなんですけども、これこのところも決壊しまして、これは僕が撮った写真なんです。ここ寺あったのが全部吹き飛ばされて、もう車はこういうふうに地震なのか水害なのかってもう大変な状況なんですよ。そうなんです。これが水害なんですよ。だから水がつくとかなんとかっていうのは些細な水害で、でこれここダム問題になったわけですけど、実際その五十嵐川どうしてるか、ダム2つでも収まらない五十嵐川実際どうしてるかと言いますと、改修前ここ400件、これを改修後400件移転させたんですね。はい、
だからこれからの治水と治水としては危ないところに住まないようにする、これを実際もう新潟では実践してるんです。で新潟では大隈先生という先生がいて、まあ、実際ダム2つ止めてますし、だからこういう教訓をちゃんと学ぶべきだということなんですね。この五十嵐川のやつは信濃川の支流ですよね、うん、そうですそうです。これはじゃあ国の予算で、国予算で、この時はね災害、もう災害に遭いましたから、災害対策のお金、これ400億円ぐらい使ってます。だからこういうことに学ばないと、だから新潟の水害から学んでダムに割らない治水というのを叶えようとしているのは滋賀県もそうですし、ダムっていうのは結局ある量を目的に作るわけですけど、それを超えたら何の足しにもならないっていうことが新潟で分かって、去年和歌山でも同じようにダム満杯になってそれを放出して死者を出してる、そういう事例が去年の和歌山で起きたんです。福島はね決壊してしまった、地震で決壊した土でできたダムっていうのがあって、でもう一つ東日本大震災のこの津波、太郎町っていうところで10メーターの汐留堤防を2000億円ぐらい使って建てた、そこでそれを飛び越えて津波で死者を出しちゃってるわけですね。だからハードだけに頼るっていうことの危険性っていうのを本当にこの東日本大震災の教訓にもしなきゃいけないし、ダムっていうのはまさにその汐留堤防と同じで想定を超えた時にもちゃんと身を守れる、生命と財産を守れる、その仕組みをやるにはこれからダムじゃないんだっていうことをやっぱこれから学んでいかなきゃいけないっていうふうに思うんですよ。で小国川のこの治水が、僕はこれ県の治水対策、これ庄内も含めてですよ、本当に生命と財産を守る治水にする転換にしなきゃいけないっていうふうに思ってるんです。であともう一つは年間22億円の経済効果をまさに沼澤さんたちが守り人の張本人になって川を守り続けて、その経済を流域にもたらし続けてきた。で小国川の鮎って全国でも珍しいのは、さっき放流されてるって言うんですけど、放流の鮎も実は小国川の鮎から取った卵を三世の疫病の施設で孵化させて、放流、小国川に放流するって純天然と言われてて、これ全国に先駆けて山形県が行ってる事業なんですね。だからそういう本当優れたことを小国川の鮎から行ってるし、震災後岩手の気仙川っていう川があるんですけど、そこも鮎釣りで有名な川なんですが、そこのその種苗のセンターが津波でやられたために、実は小国川の鮎を放流の鮎として使って気仙川のその鮎を増やしてる、そういう事業もしてるんですよ。だから本当東北の命の源みたいなものがこの小国川という川だし、それをずっとやり続けられてるその守り人はまさに沼澤さんとその1100人の組合員の方だったと思うので、そうすると今のもなんかポテトショーっていうのはこれの内容どういうなの？内容はこの治水対策です。要するにこういうやりゃできるじゃないかっていうことを優先しないでダムに固執した治水対策をしてると、それはまさに税金の無駄遣いなんじゃないかということです。でそれが一つの、争点ですね。でも その税金の無駄遣いっていうところにかけて、訴訟を9月25日に起こしています。それは何、いずこの判決とかさ、はい、そういうこの日程的なものとかどうなっているの？日程は今度11月27日午前10時から初公判で違憲陳述というどこがおかしいのかっていうことを述べるその機会があります。そこから始まりです。住民訴訟ですね。住民訴訟です、はい、今の、はい、組合長の話をさ、はい、ずっと聞いていれば、ね、はいはい、これもう我々素人から見てさ、ね、法廷訴訟で十分勝つよね。うん、うん、ね、そうするとその法廷訴訟の、うん、要するにいずころなんだこの判決みたいな。は
判決は今交渉中のはみんな時間長くしてみるんです。そうですね、見た目のものはどうか、今回の始まって、まあ、次の意見陳述が1月にあって、うん、まあ、何年もかかるってもんじゃねえだろう、何年ではないと思います、何ヶ月の話だと思います。そうするとそこでまあ勝訴すれば、はい、うん、まあ、まだ県が上告そうですね、出したりする可能性はあるんで、あると思います。今もその意見書っていうのがようやく昨日になって県から上がってきてて、全部私たちの否定してるその意見書が出ていて、まあ、相当この治水論で戦うことになるんだろうと思います、うん、ただいろんなそのなんて言うんだろう、さっきの昔の写真も含めて、あと証言してくださる泉荘さんが最近そういうあの赤倉温泉の地域の人たちもダムが欲しいんじゃないだと、要するにもともと低いところに水がつくようになっちゃってて、それは実は川底が上がっちゃったから排水できない、そういうためなんですけども、それを何とかしてくれって思いはあるんですよ。ただダム作りたいっていう人は実はさっきの食堂の人なんかもあんまりそういうことなので、結構証言してくださる方も今見つかっていて、まあいろんな意味でその明らかになっちゃう。最終的に裁判が、はい、判決するまでは限らないわけだ。ところが今かけちゃって、まあその動作はだろ、その、うん、今道路が始まってるんですよ、うん、うん、まあだからこの、はい、うん、まあ金の言い分は道路だ、酒、そう、本当に個人的にねえから、うん、道路さだって言い分だってやるな。そうそうそう、うん、だからこの判決が終わらねば金は本体差はかからないわけだ、うん、判決関係ないか、関係ないです。あ、それは交渉権もないの。いや、漁業権の云々で、はい、今裁判をしてはいけないんです。うん、ね、私たちは、漁業権を売り渡さないと、うん、言ってはいるけども交渉をしてるわけではないわけです。漁業権の変わる部分についてはまだ手をつけてないわけです、うん、だから今彼らが言っているのは漁業権に触っていないならもんだ、漁業権による訴訟については関係ありません、うん、要は丁寧に漁業協同組合に丁寧に説明をして了解をしていただきますと、うん、こう言ってね。ああ、そうそうそう、だから、うん、その組合の了解メンバー着工債にっていう本体のことは、ね、それは何でそうなってるの、法的に。あの財産権です。あ、財産権とか、はい、あれでこれは絶対限らないめど、そうです、うん、それと今の法廷闘争で続いてるわけだ、はい、うん、法廷闘争はあの住民訴訟で税金の無駄遣いでかけていて、漁業権とはまた別のものでかけてるんです。あの今出資をしているやつがあるよね、まあ、このそうするとこの工事、うん、道路の工事も税金の無駄ですよという闘争だわけだな。そう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 、だから、うん、私の国では、うん、そうするとそれでさ、うん、その工事無駄だよという判決を起きれば、うん、でどうなるの、県はその金使った分は無駄だということになれば止めらんないんで、ただ止まりまねえのす、うん、吉村知事に請求ということ、うん、でそうすると県が何でその今までの工事したのを誰さって返すの、誰に返すか、県に返すんですよ、これも税金でやるぞ。そう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 、そんなんだろうの、そういう具体的な今どうなっていくなんだかも、ね、うん、大体分かったで中身は、うん、だからこれからの、うん、運動としてどうなんだかっていう話をの、うん、うん、知れてないや。うん、一応今の私が感じている漁業権があって漁業権を、うん、どうすることもできない現状で、たとえ本体工事でなかろうと、目的はダムを作ることで作られないとするならば、本来使用する権利ではないでしょうということになるわけです、うん、それを
その妖怪をいないままにダムを作ることができるということが確定しないままに使用することがまかりならぬのではないかと。これはダムの無駄遣いに、決して無駄遣いになるであろうというふうに言っているです、はい、ね。そしてそれだけでなくて、ダムを作るということにも理由がない、うん、理由がないということは、ダム以外のもので安く早くできるものがあると、うん、なのにダムを作ろうとしていることは県の考え方や思考していることは間違っていること、うん、間違っていることに憲法を使うということについては正当な理由がないのではないか、はい、そういう主張と理解をしています。今のポテトソーラーですね。それで私としては、私の方で訴訟したわけですので、漁業組合は本当に本当に言っていますか、うん、ダムを作っては困るということで、漁業権交渉にも入らないというふうになってるんですかというふうに問われれば、はい、そうですと、私たちはこういうことで意思を決定をしております、私たちのこの意思決定の機関ではこういうふうになっております、そして、たとえその意思決定機関で、過半数で決まったとか、そういうことになったとしても3分の2以上の賛成を得ないかいなければ漁業権の交渉にも入れないし、うん、そしてその漁業権の交渉が例えば入ったとしても、組合員全員の得る漁業者にも同意がないと、その交渉も無駄になりますと。これはさっき言いましたような形ですかということについても、例えば法廷で証明をしなければならないとすればしますかというふうに申し上げております。ですからそのことをもって裁判所、ね、判事がどういう判断を下すかということについては、これは定かではないと思います。で、私たちのやる今言ったように、じゃあどういうふうにするのかと、県がね、うん、いうことになれば強制収容もあるでしょう、うんうん、県がね、県がね、法律的にできないわけではありませんよ、うん、ただ現実的にね、さっき言いましたように、うん、100%同意を得るということはこれはできないですから、私は、ね、私が代表者です。私が代表者で組合に1122人の同意を判子をもらうなんということは、まず 99% 区別に、まあ、休憩期がどこまで続いたってないと思うんです。第一私が作るつもりはありません、ね、私たちにどうしてもダメダメだって言ってくれる人は10人や20人ではありません。まあ、だから強制執行するにしても半分ぐらいがの賛成で半々ぐらいなんだか強制執行って言うわけでも、今の状態で強制執行はありえねえよ、こんな、うん、賛成者がほとんどいねえわけだからの、法律的にできるというだけ、できるというだけだけど、現実的にできない、これは私の方でそういう強硬なことを言ってるだけでできないのではなくて、全国的に今までそういったことはなかったと、試しがないんですよ、そういうことは不可能だということになるだろうと、これは学者、法律学者の先生方が言っていることであるし、私が言ったことではありません。ですから私はその点では、まあ、自信と確信は持ちますけど、だけどでも強行するということになっているわけですから、幕閉めでしょうかねというふうになるわけです。だから理屈でない、どうしてもその
強行しなければならない何かがあるんでしょうというふうにしか言えないです。それはいわゆる、まあ、私の方の理事が言った言葉でありますけれども、それも先生が説明をした時に言ったことでありますけれども、いわゆる性感財の強化、性感の強化、癒着によるその寿命でないかと。いわゆる誰が言ったの？私のこの理事、だから私が言ったわけないし、断って言ったつもりです。うん、私のこの、まあ、そういったことも考えられるでしょうし、あるいはそれ以外のね、力ってあるかもしれません。それは私としては、その、どうだっていうのも分からないことであります。あるいは、今まで、非正2年からでしょうかね、3年からでしょうかね、もうすでに13億か14億だけは、うん、使ってるわけだから、調査費とか今更、はい、仕事させてこなくてやるということはやっかもしれないし、ただ今のこのなる個人で辞めてる時代になってきたけど、そうそうするとさ、やっぱり正確な情報がいかにさ、うん、この伝わって伝えるかだな。そうですね。今な我々の気持ちはさ、はい、うん、でだから今日、ね、やっぱり組合長から直接薬でさ、はい、非常に分かりやすいの、はい、うん、みんなも分かさずみんないいね、今までどういうなだんだかみたいな感覚で分かるんだけどさ、うん、やっぱり生の声を聞くことは大事だよ。そうですね、うん、本当に本当にこういうふうに自分でも自分の言葉として言えるようになったのは最近で、本当にあの、本当に教えていただきました。本当に、もう頭が下がる思いで、だけど自分の言葉で喋るっていうのが分かりやすいです、うん、そこの部分の組合長の話はすごく説得力があるよ、うん、そうだと思います。これがの話をするわけ、そういう意思で聞いてくれる人が多いんだって、そういうふうにいいなとやっていいなとやっていった今、うん、まあ地域で、うん、その反対の人もいる、私たちの考え方にね、反対の人も BTM の話になると、なかなかどういうふうに筋にしていいか分かんないかっちゃって、今の分かってくれる、ね、前提として話を聞いてくれる人がさず、なんとかこう、しゃべりゃいけんと、でないと、この人がどうやって説得していけなんていうのは、なかなか。大変でしたよ、県の説明会とか行くとね、もう動員されてる方々が8割ぐらいいて、その中でね、マラさんたちと僕らが反論するわけですよ。途中でヤジで消されるんですよ。そんなところでもうマラさん一生懸命毎回あの主張されてて、なかなか途中でこう書き消されるみたいなこともたくさんありながら、これまで、うん、運動されてますよ。米内さんは感服するね、うん、本当に。組合の中で勉強会を持ったりとかもされたりとかはされてますか？勉強会、勉強会、まあ、ダムのね、そういう自分たち の, その組合長とかのいらないっていう思いをその組合員の人たちに理解させることってすごく大切だと思うんですけど、うん、組合長の言うことが分かったわって言われたりとかしちゃったそんな説得力があるのすごい。いやいや、何も分かってるよ。だから組合の人での賛成する人のことって言わねえってことだよ。どうしてもこの、なんていうかな、いろいろな会議、そのせいで会議をすると訳にする組合長、今は組合長、今の組合長に言うと前の組合長は訳に言ってもらってこう少し引っ張ってもらって、うん、
興奮してしまって。そうそうそう。ダメです。すんねんだよね、それが。もう本当に。ないで、あんまり、もう、強い手が、もう、もう、ちょっと、すてきなにやりて、なんて言う言葉ではあるけど、そういうふうに分けされてくれないわ。なあ、それできる人もいっさっきいいね。ダメなんですよ、私も。だから、なんていうか、自分で何言ってるか分かんないくなるみたいな。いや、大した方ですよ。今日初めてお会いしてよかった。この方は一切来てそうなんです、でね、全国でもね、全国みんなが札束で叩かれて、組合が了解してダム作られるケースがほとんどなんですけど、ここはもうこの今田さんがいらっしゃるからなんです。で今ここに映してるのが長木ダムです。これどこが環境に優しいのかなんですけど、まずさ、先のさ、はい、ちょっと住みそうです、もう、そうですね、これが帰るんだからの、はい、今日、あの、評価にしてそうですね、で、はい、どうみの話でした、はい、な、うん、な、どうもどうもどうも、住みちゃん、どうも、どうも、失礼しますか、ね。本当です。